じゃあ今日は1年目最後ですね。確か最後って言ってたような気がするので、これで1年目終わりですね。最後1年目は何のクエストだろう。これ狩人祭だよな。狩人祭ではないよな。これ今でもあるよね。俺なんかわかんないけど、よく深くまでは。え、何何行くの、何これ何これ、アイルメラルの討伐。いや、アイルメラルはちょっとあれやな、動画的になんかあんまり映えないような気がするから、ちょっと俺カットしよう。終わったぞ。意外とめんどくさかったの。はっ、蜂蜜999個マジか。そんなもらっていいのか。え、マイハウスで食べてたの。え、めんどくさ。今相当便利になったな。そしたらだっていちいち戻んなくていいってことでしょ、武器変える以外で。あ、これで1年目終わりか。じゃあ一応ね、ヒプノックの動画でも言ったと思うんですけど、2年目の最初と3年目の最初はね、勘違いでもう最初にやってしまったので、この動画の後にね、2年目の最初をくっつけて、この動画を終えようと思います。それでは2年目の方どうぞ。前回1年目やったので、今回は2年目やっていきましょう。2年目はどんなモンスターが出たんだろう。強国、フロンティアオリジナルフィールドって、まあ、意外と多いからね。覇王ジュでいいのかな、これは。あれ、峡谷ってタイクンザムザでやったとこだっけ、違うっけ。ベルキュロス、へえ。いいね、ベルキュロス行こう。あー、ここか、ここか。あ、なんで支給品はないわ。ここか、峡谷。ここ地味に好きなんだよね。なんかいいよね。特に、前回やったボルガノサーシュみたいにの、あの火山みたいにね、クーラーとかホットとか使わないし、意外とフィールド自体が、高低差なくて見やすくて、まあいい感じかなと。これどうやってあの上、あ、こっちだ、こっちだよ。でベルキュロスってこの上にいるんじゃなかったっけな、この上。でも見た目とか全然覚えてないから、ここにいるイメージなんだけど、いないな。あれどこにいるんだ。あ、うわ、やっぱこいつよな。こいつ強いんだよ。昔やりたての頃めっちゃ思い出したわ。こいつ強いんだよ。ほら、やばいんだってこいつ、攻撃範囲が。いやー、懐かしいな。いや、ここは何か何だか分かんねえ。いや、こいつさ、範囲もえぐいし攻撃力もえぐいんだよ。だから昔ね、このクエストは確かキークエイか緊急クエストかなんかだったんだけど、大変だったんで、これこいつやんの。これね、これ今のえぐいよな。前方全方位に攻撃する範囲がえぐいな。マジで全然攻撃できねえんだけど。殴れ殴れ、とりあえず殴るしかない。何これ、え、あの何、退陣したら電気は何、これ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 何、これは何、何これ、今の何、今の何。鬼人大回転ギルがない時代だからね、この
これドスベースだし、ほんとこのフロンティアのタッチってセカンド G までのタッチのシステムが好きだった人はたまらなくいいと思う。赤にしないと攻撃力が上がらないっていうサードからのシステムです。あ、トライからだっけ、鬼人大会的ギリで赤ゲージとか黄色とか白とか出るようになったの。俺結構あのタッチの方式めんどくさいと思ってるうちの一人だから、結構俺このセカンド G までのこの連携ゲージをただマックスにしてそこから殴るだけっていうこの武器結構好き。もうノリもないし、なんだクラッチクローもないし、ほんと元祖だよね、元祖モンハンだよね。これが高く舞い上がって、なんか雷ブレスみたいな、あぶねえ、あれほんとよく見ないとね。え、今の何、まさかのブレス、うわ、これよベルキロスって言ったらこれちょっと食らってみたかったっていうのもあるけど、あれやっぱダメージ痛えな。でさっきのブレスの方がやっぱ痛いのかな、一撃的には。そうか、しかもこの試合あれか、まだ本当元祖だから起き上がる時間とかも調節できないんだよ。だから多分置き攻めループとかあんのかな。これどうなってんだ、これ何がどうなってんか分かんないよね。なんかいろんなものさ生えすぎてさ、体からよく分からんよな。なんでこれ長いものぶら下がってんのって感じだけど、みんなこのモンスター好きなのかな。人気ありそうっちゃありそうだけど、特徴的だし。おお、噛みつきだ、初めて見た。これはさっきのやつ、これ後ろにいれば大丈夫とかある、アンチ。あーでも一応自分の周り全方位に攻撃範囲があった範囲であったか。てか俺さ、タチでいなすっていうさ行動、あのなんだっけ、その行動パターンかの感覚がないから全部かわしちゃおうって思ってるけど、いなしできたらかっこいいな。いなしてみるか、いいねー。おお、これが瞬間移動か、噂の。今のはタチのカウンターなんだけど、あれ多分、うわ、早え早え、すげえこれ。いや、これはやみつきになるわマジで。早っ早っ、エリアイドして2発殴って死んだ。じゃあとりあえず2年目も終わったよと。ね、多分シリーズクエスト確か公式サイト見た、俺のね1回しか見た記憶だと GR999 ないと確か全部あのクリアできないんだったような気がするんだよね。だから途中までしか多分できないけど、やれるとこまでやろうかな。あー、あれね、避けることができましたか。めちゃくちゃ離れた。で、これで2年目終わりということで、またね、次3年目やっていきたいかなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。